バンクーバーオリンピック7位。かつて日本のトップスケーターは現在お茶の間の人気者になりました織田信成。曲はリスト愛の夢、振り付けはジェフリーバトルです。今日は計6回のジャンプがあるのでそこを注目してほしいと話すんだ。ですね、プロスケーターになって1年半忙しい日々の中でもスケートの練習時間の確保はしているという話をしていました。荒川さん、練習しているからこそできる技ですよね。そうですね。そしてまた練習していないとクラシックってなかなか選曲できないんですよね。スケートの荒川本当目立ちやすいのがクラシックの難しさでもありますので、織田選手がこれだけ流れるようなスピードのある中で技を次々と綺麗にこなしていけるのはしっかりと基礎技術を保っている証拠なんですよね。現役時代と変わらないキレのいい演技を見せてくれています。逆にどうですか、プロスケーターになってまた新たな魅力という点だと織田はどんなところですか。一つ一つの選曲をしてくる中で一つもこう重ならないように、タイプが重ならないようなジャンルで選曲して、今回はクラシックですけれども、それを全てうまく踊りこなすんですね。でスケートの質をしっかり見せながらこういう風に滑りこなせるというのはしっかり練習できている証拠なんですよね。これだけ多方面で活躍している中で素晴らしいことだと思います。この曲の繊細さを振り付けで表現して考えてもらったそうです。これだけ近くを滑っても音がしないというのはスケートの質の良さをすごく、ね、表しているんですよね。やはり無駄な力がかかっていなくて、でもしっかりと必要な力、滑るだけの力はこう伝わっている氷にということですね。ラストのジャンプは決めてきました。